はい、どうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。夜にね、空を見上げると当たり前のように出ている月、この光景ってね、私たちが子供の頃からずっと見てきた光景ですよね。まあそれはね、あの私たちだけじゃなくて、私たちの例えば父親であったりおじいさんであったりご先祖たちもね、同じ光景をずっと見てきたと思うんですよ。でそんな月ですが、実はね、あのちょっとずつちょっとずつ地球から遠ざかっていってるっていうのを皆さん聞いたことありますか？もしかしたら聞いたことある人いるかもしれないんだけど、実は月が誕生した当初っていうのは今の17倍ほどの大きさで月は見えていたんだそうです。っていうことは、そう考えると相当地球と近い距離にあったっていうことですよね。逆に今はそれだけ17分の1になるぐらいまで距離ができたっていうことなんですよ。これ考えるとね、そのうち月は地球から離れてどっかへ行ってしまうんではないだろうかって危機感を覚えませんか？あの月ってね、私たちの生活に、まあ、結構影響ありまして、でよく聞かれることだと、潮の満ち引きは月に関係してるなって言われてます。その通りで、まあ、月の重力によって潮が満ちたりとか引いたりとかしてるわけですよ。ってことは、月が近くにいなくなると満潮とか干潮とかも当然なくなるって話。あと単純なところで言うと、月がないとお月見できないですよねその行事もなくなっちゃう。であとね、単純なところでもっと、月明かりがなくなることによって夜の暗さが一層暗くなってしまうっていうこと。まあこんな話をしてくるとね、ちょっとね、考える人も出てくるでしょう。当然昔ね、月について、あの教科書とかで習ったかと思うんですが、月はね、地球から38万4000キロ上空で、まあ安定して回っているっていう話だったんですよ、教科書ではね。しかし実際は違います。月の軌道っていうのをね、毎年少しずつ大きくなっているんで、それによって少しずつ少しずつ、本当に微々たるものなんですけど、あの地球から遠ざかっていってる。で平均すると月の軌道は年に換算して 3.8 センチほど変わってる。たった 3.8 センチなんだけれども、年月がね、ものを言いますよね。でこれに反して地球の自転スピードは実はだんだん遅くなってきていて、でわずかずつではありますが、1年となって1日の長さっていうのが本当のわずかずつなんですけど、長くなってきてるんですよ、うん、厳密に言うと、だから1日が24時間って言われてた頃に比べると24時間以上になってるわけ。ただしこれはね、10万年でやっと1秒長くなるっていう単位だから、もう誤差の範囲だよね今のところはもうほとんど、まあ、話は戻りますが、じゃあいずれあの月は地球のそばから消えていってしまうのかっていう話になるんですが、そこはね、心配ないですあのもともとね、月も地球もどちらもこう回ってるわけですよ。回ってるんですけど、まあ地球が回ることを自転って言いますよね。でその地球の周りを回っている衛星っていうのが月なんですけど、その衛星が回ることをまあ公転って習ったと思います。で月の公転速度って地球の自転に比べるとかなり速いんですよ。ですから地球の回る速度をどん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 追い越して、で自身で回ってだんだんこうずれていくんだけれども、それもね、うまく円を描くようにこうやってこう地球から離れていくんですけど、いずれはね、元のスタート地点に戻ってくるんですよ。必ず戻ってくる、そういう時が来る。でそしていずれまたそこからスタートってなるんだけれども、問題はその戻ってきた地点、そのゼロになった地点が一番危険なんです。これどう危険かっていうと、まあ最初の方で潮の満ち引きの話しましたけど、これなんで潮の満ち引きが起きるかっていうと、これはね、地球とまあ月が
なんだろう、自転速回転速度が違ってる、ずれることによって潮の満ち引きとかって起きるんですよ。だから今もうどんどん離れていってるとかって言ってましたよね。そういった誤差ができてくることによって潮の満ち引きができるのね。だから逆にそのスタート地点ゼロの地点に戻った時っていうのは逆に誤差がゼロになっちゃうから潮の満ち引きっていうのがゼロになって全く止まっちゃうんです。これが起きるとどうなるかっていうと私たちも考えの及ばないような現象が起きるって言われてます。例えば世の中の、水に住んでる生物とかっていうのはその潮の満ち引きによって結構ねその行動が左右されたりとかしてるんですよ。で人間も知らないうちに潮の満ち引きの影響を受けたりしてる。でそういったものがなくなるっていうことはもう正直言って天変地異ぐらいのものが起きる可能性は大いにある。どこまで起きるかっていうのも正直想像がつかない。だから最近よく海の生物イルカとかクジラがその狂ったように波打ち際海岸沿いに打ち上げられて亡くなるとかっていう事件があったりするじゃないですか。あれでも私たちはあれなんか起きてんじゃないかとかって思うけれどもあんなもんじゃない。もしかすると潮が満ち過ぎて今までその地面だったところが海に埋まっちゃう可能性もあるかもしれない。でその逆もあるかもしれない。潮が引きすぎちゃって今まで見えなかった陸地が見えてくるかもしれない。もう本当に何が起こるかちょっと予想つかないですよ。もしそのねゼロの地点スタート地点に来たらっていうのはそれちょっとね怖いことなんですよ。ただしこれが起きるのが500億年後って言われてます。なので大概の人はなんだ途方もない未来の話じゃないかってうちらに関係ないんじゃないかって思うと思います。でもね実はねそれよりもその500億年後よりもさらに深刻な問題っていうのがあって実はね地球の寿命っていうのがあと50億年って言われてるんです。これなんでかっていうと50億年後には膨らむだけ膨らんだ太陽によって地球が吸収されてなくなってしまうって言われてるんです。これはねもうほぼほぼ確実って言われてるんですけど太陽っていうのは実はだんだん大きくなってまして、太陽の周りをいろんな惑星が回ってるんだけれども太陽が大きくなることによってその回ってる惑星の軌道に太陽がちょっと当たるようになってくるわけですよ。こんなもんだったのこんな大きくなったわけですから当然地球の軌道にもいずれ干渉する時が来る。で衝突する時が来る。そうなると地球は太陽に飲み込まれてしまいます。でその飲み込まれた後どうなるかっていうと飲み込まれてすぐはどうにかなるっていうわけではないです。ないですけれどももともと高い温度の太陽の中に太陽よりも明らかに低い温度の地球水とか水分含んでる地球が飲み込まれていくとどうなるかっていうと急激に温度が下がってだんだんちっちゃくなって凝縮されて最後にはバーンって太陽が粉々に砕け散ってなくなってしまいます。そういったことがいずれ起きます。その前に地球は吸収されてなくなってしまうんですけれどもで吸収されるよりもうはるか前からもう太陽が大きくなってるから太陽の温度とかも当然上がって地球の水という水は干からびてもうその時点で生物は死んでると思います。死の星になったその後にさらに飲み込まれてで最後には太陽も爆発して太陽系って言われるものがなくなる日が必ず来ます。これは避けられないことです。
今回はね、その太陽の消滅についてとかあんまり深いところまではいかないですけれども、まあ、とにかく地球の命運が尽きるのは確実であり、これは悲しいですが現実なんですよ。どこの銀河でもそうやって星が消えてはまた新しいのが生まれていくんですね。あの、破壊から創造は生まれるってまさにねこのことであって、まあいずれねまた今度ね太陽についての詳しい話もしたいと思います。